安西南海地震は、江戸時代後期の海江7年11月5日に発生した南海地震である。南海トラフ巨大地震の一つとされ、約32時間前に発生した安西東海地震とともに安西地震、安西大地震とも総称される。この地震が起きた当時の文書には海江7年と記録されているが、この天変地異や大理炎上、 前年の黒船来航を機に改元された安静と改められ歴史年表上では安政元年であることから安政を冠して呼ばれる。当時は虎の大変とも呼ばれた。江戸時代には南海虎沿いが震源域と考えられている巨大地震としてこの他に放映4年の放映地震の記録がある。放映地震と安政地震のさらい感覚は従来の定説では 1361年、昭平地震以降の南海トラフ巨大地震の平均、再来間隔117年より長いと考えられて、きたが安政地震については、宝永地震の後始末地震だった可能性も考えられ、この宝永地震後の再来間隔147年は、南海トラフ沿いの巨大地震としてはむしろ短い、部類になるとの見解もある。慶長9年に起きた、慶長地震も、 かつては、震源域が、東海道、南海道にわたり、南海トラフ沿いの津波地震と考えられていた。慶長地震の震源域には、諸説あり、南海トラフ沿いの巨大地震とするには、多くの疑問点が残り、南海トラフ沿いの地震ではなく、例えば、伊豆、小笠原海溝沿い、あるいは温地津波の可能性も否定できないとする、見解も出されている。 安西南海地震の2日後には、法余海峡で M7.4 の法余海峡地震が発生。また翌年には、安西江戸地震が起きた。本地震や、安西東海地震は、安西江戸地震と合わせて、安西三大地震とも呼ばれ、伊賀上野地震から1858年飛び越し地震まで、安西年間に連発した一連の大地震を、安西の大地震とも呼ぶ。 この地震に関する古記録は、歴史地震としては、非常に多く残されている。安静の頃になると日記に加えて手紙などにも、地震の記述が現れるようになり、被災時の人々の詳細な行動記録まで残るようになる。安静内海地震の震度分布開閉7年降印11月5日後の、サルゲ国、紀伊半島から、四国沖を震源とする巨大地震が起きた。 フィリピン海プレートがユーラシアプレート下に沈み込む南海トラフ沿いで起きた海溝型地震と考えられている。当日、土佐は小春日和の海晴で、高地上下は南側らにて相撲巡業があり、見物客が群衆をなすところに地震が襲い、一時代混乱に陥った。総相談の記録によれば、土佐入りのにおいては、はじめゆるゆる部類次第に強くなり、 やがて激震になったという。機内では、昨日の東海地震に続いて、またまた大地震となり、特に、河内平野において、和歌山中心に、半径約4キロメートルの範囲で、河北東海が見られ、震度6弱から、最大震度6強と推定される場所が分布した。ここは、弥生時代に、河内湖が存在した場所に一致し、陸化して1000年以上経過しても、 地震の揺れが強く現れる場所として存在し続けた。三河吉田、田原及び名古屋など前日に地震津波で甚大な被害となった東海地方各地でもまたまた長い地震動に続いて西方から雷鳴が聞かれた。新宿では呉れろつ時に地震少々振るううちに日の入りとなり、親友の方からどうとなる音が大神なりのごとくなりと記録されている。 オバマや大和セクキでは、地震動は南海地震より東海地震の方が強く感じられたが、ナチカツラや湯浅、広では南海地震の方が強く感じられた。京都では東海地震の方がやや強いか、ほぼ同程度で、大阪でも両地震の強さは同程度であり、破損の度合いを加えたが、南海地震では津波被害も加わった。 震度6と推定される領域は、四国の太平洋側から、紀伊水道沿岸部、淡路島、大阪平野及び、晩州平野、震度4以上の領域は、九州から中部地方に及び、震源域の長さは約4 0 0トルと推定される。中国でも勇敢だった。中国地震歴史資料異変には、高祖縮圏や家庭で、水越地震、 上海で候補水に23尺、家庭、蘇州港などと記されており、信号から約1 3 0 0キロメートル離れた上海付近でも勇敢であったという。津波が到達したとする説もあるが、長周期地震動による青酒が水面を動揺させた可能性もある。2日後の放浴海峡地震でも上海付近でかなり揺れたらしい。被害は中部地方から九州地方へ及び、 二つの巨大地震が重なった近畿地方では東海地震における被害と明確に区別ができない。その上、伊予や文後特に日後人吉島では約40時間後に発生した方よ、海峡地震被害との区別が困難である。宝永地震と同じく、出雲木月周辺でも振動が強く、海家が150件あった。一方で、宝永地震とは異なり、 当時頃の気温の下がる夕刻で、かつ夕食の支度で火を使う時間帯であり、火災が多く発生した。特に、高知、中村及びス毛は、大火事に見舞われた。土佐国での死者は、藩主、山内と吉により372名と集計、報告されている。吉野川下流域では液状化現象が見られ、加賀すの村では、土砂多数吹上げのごとくに相なり跡に、 しかも左手者地ごとに、数ももいし申し出こ川は筋は津波一条ほど参り候、湯余儀吉江地区に行った八海のごとく愛なりと記録される。上板町の上宅遺跡にもこの地震による液状化現象の痕跡が見られる。なお、柴良太郎の小説、龍馬が行くでは、坂本龍馬が江戸にいる時に地震を感じたと描かれているが、 史実では、地震当日にすでに土佐に滞在していた。地震による地殻変動の結果、四国、紀伊半島は南東上りの傾動を示し、口元は1から1.2メートル、室戸岬は1.2メートルそれぞれ隆起した。足摺岬は伊佐浦で5尺隆起した。下第1メートル、関の浦は1.2メートル沈下、高知周辺も3.5尺沈下して、塩江村。 新町下地一円など、神殿のところが、海となった。宇佐でも、宇佐福島一面の海となるの記録があり、上の海では、大変略記に、上の学校くる平勢使用より五尺高在所にまで使入るとあり、地盤は1.5メートル、沈下した。地震により、道後温泉は106日間にわたり、流出が停止した。翌年2月23日から再び湧き出し、 4月6日から元のように入浴が許された。金山村温泉も先の湯は翌年3月まで一滴も出ず、湯の峰温泉も翌年の2月か3月頃まで湯出が停止した。このような南東上がりの地殻変動は、方栄地震及び昭和東南海、南海地震と同様であり、南海トラフ西側において、ユーラシアプレートが、象徴する低角逆断層の プレート境界型地震であることを示唆している。安政南海地震の安度及び間の断層モデルによる震源域、及び南海トラフの巨大地震モデル検討会による震源域。川角広氏は規模 MK イコール7を与え、マグニチュードは M イコール8.24に換算されている。宇佐美達夫はこの川角の規模と気象調マグニチュードの関係を検討し、 やはり8.4に近いであろうと推定したが、当時は、モーメントマグニチュードという概念は存在せず、1960年のチリ自身も M8.5 とされていた、1975年に安藤正隆は、数値実験から2つの大きな断層モデルを仮定し、1981年のアイダイサムのモデルは、安藤のモデルのうち、東側の断層を北側へ移動させたものであった。 各断層個別のモーメントマグニチュード MW は西側からそれぞれ8.4、8.2と推定された。この断層モデルは1946年南海地震の紀伊半島側の断層モデルを北側にずらし、四国側の断層モデルを延長して、それぞれの滑り量に多少の変更を加えたものであった。内閣府の南海トラフの巨大地震モデル検討会による 南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告では、東海地震を含む安静地震全体として、MW8.84 の断層モデルが想定され、同モデルを用いた建築研究所では、安静東海地震の断層モデルとして、地震モーメント M0 イコール 9.02021NM を想定しており、この地震モーメントを差し引けば、安静南海地震は、 MW8.7 となる。新刻寺、安西南海地震及びその余震について記した、真角寺日記で知られる。右下は、昭和南海地震津波石踏み、高知県さ佐市、佐この地震の約40時間後、11月7日達月国には、文語水道付近を震源とする方余海峡地震があり、伊予から文語付近で激しく揺れようすや伊予吉田で、 会計があった。安政元年大晦日立国に、高知付近で大規模な余震があり、徳島及び田辺でも強く感じられ、その直後余震数が急増している。この地震は、東は名古屋、西は佐賀県の鳥市田代、北は鳥取まで有感記事が確認され、震源をプレート境界と仮定すると、室戸半島付近地下に、震源断層があり、その規模は、 MW7 以上と推定される。と佐し、宇佐まさ氏の住職、井上上昇氏による地震被害の詳細な記録である、マカクじ日記には、毎日の地震が記録され、余震は、文久3年6月30日、この頃地震もなきにばからしく、何を書祖へ下手の横よしみと、地震日記を締めくくるまでの9年間で2979回、記録された。 有感予診回数は昭和南海地震を大幅に上回るものであった。この予診回数を改良大森公式に当てはめると、係数 P イコール0.9から1.0、C イコール0.8から1.0となる。高知城下では高城町の水門の場人により、地震後1か年間に817回の予診が記録されている。この高知城下における、 有敢予震数は、震源域に近い宇佐よりも少ない。紀伊半島伊勢では、東海地震よりさらに激しい津波が襲来し、箱は、串本15メートル、四宿井後の6メートル、室戸3.3メートル、朱崎11メートル、呉で16.1メートルに達した。マッセの記録大地震大津楼上りには、熊野シングルより、東は4日の地震にて、津波が上ったと記され、 智勝浦では昨日の津波に対し思いのほか軽く見えたと記録されている。潮の岬崎伊勢の津波被害は主に南海地震津波によるものであった。箱は全般的に見て土佐湾沿いで昭和南海地震より2倍ほど高く、宝永地震の半分程度であるが、南町大の浜の池の津波堆積物の厚さによる推定から 徳島県東岸等では一部方へ津波を上回ったところもあった。一方で前日に起きた東海地震の教訓が生かされ、被害が軽減された面もある。木や泡などでは、東海地震で強い揺れと津波を経験し、翌日の南海地震のより強大な揺れと津波への準備となった。前日の東海地震津波で壊滅した下田は再び2メートルの津波に現れ、 アメリカ西海岸のサンフランシスコやサンディエゴの県庁上でも1フィートの津波を観測した。中国でもチャンス商担当県において、ヨース港の水面の振動が見られた。津波襲来前には、各地で大砲を撃つような音が聞こえ、聞いた鍋では、また羊猿に当て黒雲の中より火の玉飛びで、海中にいること78つ、オットレより、海鉄砲の音トーン。 名渡りという記録もある。また、田辺の新城では、海鉄砲三つなり、峰に登り少し過ごしそうろうえば、津波にて、大土で崩れ白波立地北リサルコウという記録もある。同文書には、前日の東海地震では、新木辻文、半時余りと有りが入ったことが記され、5日の南海地震は、 新七辻部分より揺り出し井戸の水も飛び出さるこうとあり、さらに津波は、第三波が最大であったことが記されている。津波のこと一番塩二方の家流れ、その外小家は下雪かより、外下へみなりゅうサルコ二番塩にて、大分県流れサルコウ三番塩高さ三畳余り、この時下雪の家そうその外なや一度に流れサルコウ、峰の蔵もこの時流れサルコウ、その外、 五反玉で流れ猿港四番よりおしも、だんだん少し二世猿港、下雪派、細乳山畑より未ろ路、小前とはリ不振港二十度ほど、宿り気候広村堤防付近の空中写真。浜口五両。素上港八メートルの津波が襲来した木、広村において、浜口五両が稲藁に火をつけて、津波の襲来を村人に知らせて、避難を誘導した逸話は、 小泉役もによる稲村の日の物語となり、今村秋常の提言により尋常小学校を学年の国定教科書にも採用された。ただし、物語では今の地震は別に激しいというほどのものではなかった。しかし、長いゆつたりとした揺れ方とうなるような地なりとはとなっているが、実際の広村の揺れは浜口五良式にその激烈なること前日の日に日ず、 河原飛び、壁崩れ、塀倒れ、ゴミ煙空をふたふたあるほど激しいものであった。また物語の語弊は、これは、ただことではない。大変だ。津波が、やつてくるに違いない。と村人らに、津波の襲来を知らせた設定になっているが、実際には、前日の東海地震とそれに伴う津波を、経験しており、南海地震の強い揺れで誰もが大津波を予測していた。 地震動については本作品が執筆された直前に、発生した明治三陸津波から小泉や雲が何らかの示唆を得た可能性もあり、このように物語と事実の相違点がいくつか見受けられるものの、物語の文学的価値は事実とは、左ほど関係はなくむしろ事実を歪めたがゆえに、その価値を高めた節があると、今村秋純は評価しており、 津波の教訓を子供に教えるものとして高く評価されるべきものである。さらに実在の義兵は物語以上に笠高、英雄的、献身的であり、醤油で財を成した。彼はその資材銀94巻344問目を投じて延長652.3メートルの筒み建設の造営費とした。大阪では、 地震動の後2時間足らずで、波高2.5から3メートルの津波が、安治川や木津川の川口から遡上し、川口付近に停泊していた数百隻の戦国船などの大船が押し上げられ橋を破壊し、多くの歴史者を出し、周辺の河屋や土蔵にも破損や倒壊の被害を及ぼした。これは、方栄地震津波の時と全く同じ様相であった。あずまつみひわでは、 東行きで家屋が百数十個流出し死者がおびただしく、麦では高さ三条余の塩で浜先の家へ数百軒が将棋塔のように破壊され、人々が三条に逃げ上り、二十人余りが流出した。海部軍の浅川港では、前日の東海地震の揺れと津波で丘に避難し、翌日も丘で様子を見ているところに、南海地震とそれに伴う津波が起きた。 四宿井では、前日経つの下国中揺りの地震の後、にわかに、あぶきを生じて四宿井側に三度津波が入り込んだ。諸人驚いて調査し、米麦処物を山上に運び上げ騒動となった。五日の朝、潮の狂いが少なくなり、人々が荷物を携えて、家に立ち礼理始めたが、馬の黒費影が黄色に返じ人々が怪しみ、また逃げ支度を処物を山上に運び上げているところに、 猿の下国極大地震となり、地割れから水を吹き上げた。津波によりや271個のうち141件が流出し8人が流死した。四宿由良には本地震による津波被害に加え、永昇9年、慶長9年、法永4年津波について、古文書をまとめた、旧期、永昇9年8月4日、慶長9年12月16日、法永4年10月4日、 カエ七ナナトラドシ11月5日4ケドの新潮期が現存している。現在の小松島市では、海岸から内陸に1キロメートル以上入った、畑山や豊浦神社まで津波が達した。安川のん山日、入りの鴨神社震災人差においては、鳥城国に第一波が到達した。須崎及び暮では、被害が甚だしく、宇佐では8回か9回の津波が入り、 一番より二番、三番の引き潮に裏中の家が流出した。安では第三波が強く、三百軒の家のうち250から260軒が流出し、山沿いにあった残りの銭の重量により流出を免れたものとみられる。入の松原の中に、鴨の神社があり、野波春という地元の帽子が教訓を刻んだ縦1.7メートル横1.8メートルの、 石碑が据えられている。ここには難解な漢字が使用されているがようやくすると4日の昼にかすかな地震があり波が満ちてきた。これを鈴波と呼ぶ。これは大津波の前兆である。五日猿国王地震があり、河原吹きの家もかや吹きの家もすべて倒壊した。土煙が立ち込める中人々は山頂を目指して登った。下記、瀬川。 吹き上げ側に潮がみなぎり、津波は第四波が最大で7回襲い、庭も水田も海になった。かつて宝永4年にも同じことがあった。下記、瀬川の石を取って後人に警告を残すことにしたと、ある。現代の知識をもってすれば、鈴葉は東海地震津波であり、前兆ではないが、100年後の人々に警告を発した点で見るところがある。 土佐藩からの抗議への被害の報告数は、本地震が、放映地震に比較して、津波が軽いため、流下などは、放映津波の方が圧倒的に多くなっている。また、放映地震は、地震20日後までにまとめられた、被害報告で十分に調査を尽くした段階のものとは、言い難いが、本地震の被害報告は、地震50日後時点のものであり。 当時としては最終の被害統計と考えられる。地震及び津波の全体的な被害は、家屋の全壊2万、半壊4万、消失6千、流出1万5千、死者3000とされる。安静南海地震津波及び、その他歴代南海地震津波により、被害を受けた地区には、被害状況、教訓などを記した災害記念碑がしばしば見られる。体変には、 大地震するときは4、5年前より天気不順するものなりとあり、約1ヶ月前の10月1日頃には、日型が広がり異常な環境により船を出すのに往生したという。地震の3から5日前には、海底の明道、地なり、遠ね、虹が見られ、裏道案で現れる、ハラミのジャンは、古来より大地震前後に明道があったことで知られる。また、ミミズが地中よりい出し,しに、 井戸水が枯れたり濁るなどの現象も見られた。以上のような現象が古文書には記載されており、地殻変動による隆起と思われるものもあるが、地震との因果関係については、不明な点が多い。南海地震発生の日の朝、熊野地方や高地付近で太陽が異様に赤色や、黄色に染まる現象が見られたとされるが、これは前兆ではなく、前日の東海地震による火災の粉塵が舞い上がった。 ことが原因と推定されている。都裁理能において、地震の前日には、早々団に、朝立国小地震あり手流し、との記録があり、都西伝では、大潮大変期には、さざ波というもの入り来たりとあり塩の道日が4から5回、見られ、当時この地方に壊滅的打撃を与えた、南海地震津波の前兆のように言われたが、これらは、東海地震とその津波によるものと見られる。 南海トラフ沿いの巨大地震はおよそ100年から200年程度で繰り返されていると考えられており、1946年に発生した昭和南海地震よりも、宝永地震や安政南海地震の侵害や津波災害の方がより甚大であったこと、さらに次期東南海地震、東海地震の震源域と連動して、宝永型のように広範囲の震源域となる可能性も考えられる、 ことから21世紀中に起こると予想される地震への対策が求められている。ありがとうございます。